せの先を築くのはこの総の男。赤壁の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退、体制の立て直しを迫られる。今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は江東からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。そして劉備の軍師諸葛亮もこの機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため静かに行動を開始する。毛徳、たった今知らせがあった。公領が孫吾からの攻撃を受けているらしい。孫賢明、やはり動いたか。慶州に残した兵力での応戦は難しかろう。だが巨匠を手薄にするわけにもいかん。あまり兵を避けんということか。わかった、俺はすぐに動ける者を連れて先に慶州へ向かおう。わしもすぐに追う。だがこの機に他の勢力が動かねばよいな。劉備に馬頭、わしに適する者は未だ多いか。荀攸、味方はかなり押されているようだな。孫吾の軍はすでに長江を越えて上陸、こちらの戦線を切り崩しています。連携の懸念があった劉備軍は破食を進行中です。しかし慶州にも兵を残しています。十中八九孫吾に援軍を送ってくるでしょう。ちっ、ここでも劉備か。やはり早く潰しておくべきだったわ。孫吾を破っても横腹を突かれてはたまらん。この地は放棄して撤退命令を出すべきか。はい、現在動かせる兵力を鑑みればこちらの勝利は望めません。被害を最小限に抑えるため今すぐ撤退を。いえ、ここは孫吾を押し返しましょう。それをもってこちらの勝利とするべきです。何か策があるのだな。わかった、荀攸の言う通りにしよう。ありがとうございます。まずは孤立した味方を救援しましょう。戦線の穴を塞いだ後一気に攻勢を仕掛けます。劉備軍が到着するまでが勝負です。可能な限り敵の戦力を削ってください。
純育よ、なぜここにいる。お主には巨匠で政務をせよと命じたはずだが。申し訳ありません。しかしここで殿の道がついえては困ります。故に勝手ながら参りました。ふん、お主にそのような顔ができたとはな。今は孫権への対処が先決、沙汰は後に申し渡す。今回五軍の指揮を取るのは周瑜。赤壁に布陣する彼を倒し敵を退けましょう。今回は文爵殿の戦略に乗りましょう。戦略あっての戦術、局面打開は俺がします。ありがたい。学神様にも早くお知らせを。ご足労いただくとは恐縮です。どうかされましたか。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。見事だな毛沢、さすがは歯を行く者よ。
守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。悪いけど、医療は孫悟のものだ。おとなしく出てってくれ。この将は同情さ。もう開かせないことには話にならないな。同情とはつまらねえ。どうにか外に出て戦えねえか。同情は王殿の命令だ。あんた勝手なことするなよ。敵の勢いが激しすぎるね。俺は下がるしかなさそうだ。道を行く。誰にも邪魔はさせん。感服捕まつった。これぞ武の神髄。見事だな毛沢。さすがは歯を行く者よ。王神様にもどうかお知らせください。さもお急ぎの様子、いかがされた。援軍我が誰にも邪魔はさせん。なんと見事な戦よ。敵の要所を叩く。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。孫悟のため、周遊殿のため、弟となりて、
九州を突き進まん。カフが悪いか。だが引くわけにはいかん。ここで敵をとどめねばならん。たとえ捨て石になろうともな。敵の守り、波頭を砕く岩尾のごとし、無視崩せぬとは無念よ。敵将を討ち取ったり、我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。お見事、見せつけてくれますな。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。まさかここまで戦線を戻されるか。だがお前たちの進撃はここで終わりだ。情報を渡ってしまう。俺の意地はこんなものだというのか。船着き場が解放されましたね。これで船に乗ることができます。敵将を討ち取ったり、我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。お見事、見せつけてくれますな。なんと見事な戦よ。
誰にも邪魔はさせん。お見事、見せつけてくれますな。なんと見事な戦よ。いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。いらっしゃい。毎度どうも。邪魔はさせん。万事上手に、あなたのおかげです。さすがのご活躍ですね。私もあなたに近づけるよう頑張ります。
たけ。さすがは歯を行く者よ。諦めぬ闘志には敬意を表します。しかし慶州は孫悟のものです。誰にも邪魔はさせぬ。お見事でございます。殿ならば必ず乱世を収束に導きましょう。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。慶州は天下二分には必要不可欠。ここで引くわけにはいかぬ。周囲、我が輩がついておる。軍師の情熱のすべてこの戦に注ぐがいい。これ以上は持たぬ。周囲を、不甲斐ない我が輩を許せ。敵将を討ち取ったり。何
んと見事な戦よ。敵将を討ち取ったり。万事上手に、あなたのおかげです。我らの勢いくじくと、ここは策を練り直さねばならん。撤退する。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。なんとか押し返すことができたか。柔道、次はどうすればいい。そうですね、ただ待ちましょう。正方からの知らせを。孫悟の軍は長江の向こう側に押し返せたか。だが兵を補充すればすぐに戻ってくるだろう。現状を打破したとは言えんな。先ほど石膏より報告がありました。西からこちらへ向かう一軍を派遣、率いているのは関羽と。ここで出てくるか、関羽。味方が損耗した今、これ以上の戦闘は厳しい。急ぎ籠城の構えを整え、援軍を要請するべきか。いえ、籠城は状況の打開につながらないでしょう。高陵を維持するには、この先も劉備と孫権の攻撃に耐え続けなければなりません。西にも敵を背負う今、それは不可能でしょう。ならばどうする。みすみす高陵をくれてやるわけにもいくまい。いえ、ここは関羽に高陵を取らせましょう。そうすれば劉備と孫権の同盟に圧力を生むことができるかもしれません。なんだって、そんなことが可能なのか。話が飛躍しすぎて全く読めないぞ。赤壁の戦い以後、劉備の軍師諸葛亮は劉備を孫権と対等な立場に立たせようとしています。ならば中原への足がかりとなる慶州は何としても手に入れたいはず。諸葛亮が高陵を孫権に譲るとは思えません。この状況を利し、孫劉の同盟に楔を打ち込むとは。さすがですね、文雀君。よし、純育の策に乗ろう。軍を上陽と深夜まで引かせるぞ。ここで撤退を進言するとは大した気骨よ。守り抜いた地を敵に渡す。情に従い動く者には入れられないでしょう。断りを重んじる殿にだからこそ進言したのです。私は任を解かれたのに。それにもかかわらず検索を受け入れていただきありがとうございました。まだ正式な命を下していたわけではない。こたびのことは軍旗違反とはせぬ。お主の策がなるかどうか見届け。さてわしらも巨匠へ戻るとしよう。
せっかく皆で守り抜いた土地を手放すとは。策のためとはいえ、少し悔しい気分です。分裂よ、お主のその思いは正しい。だからこそ孫権らも我らがわざと高陵を手放したとは考えまい。この純育の策、あるいはこの先の布石になるやもな。うん、今何か物音が。殿、お下がりください。よし、ここで防御体制を取るのだ。してしまいました。すぐに追いかけます。捨ておけ。馬頭がわしの暗殺をしくじったことはすぐ伝わる。まもなく領州の軍閥が攻めてこよう。馬頭の息子は武勇で名高い金馬長。すぐに軍勢を整え洛陽に向かうのだ。はっ、承知しました。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。馬長らが攻め込んできているか。多いよ、戦況はどうなっておる。馬長関水らは道館に布陣しています。正面からぶつかった我が軍は敗走。現在は洛陽と保半身の守りを固めています。
馬長を勢いづかせてしまい申し訳ありません。いやいやいや、援軍が遅れちまったせいだ、すまね。いえ、援軍が来なかった事情も分かっています。その代わり花公園殿からは援助物資をいただいていました。ありがとうございます。何、いいってことよ。こっからは俺たちが馬長の相手をするから少し休んどけな。いえ、それはできません。ようやく洛陽の防衛から抜けて馬長の首を取りに行けるのですから。ああそう、お前がそう言うならいいけどよ。敵は連合軍、その勢いを削ぐためにもどうにか連携を崩したいところですが。正面にいる敵はかなり士気が高い、押し込むのは骨が折れるな。道館の北側はいかがであろう。黄河を渡ることができれば敵の背後をつけ申す。正面から当たるか、溶かして背後をつくか、どちらにしても厳しい戦いになろう。だが職に劉備、後に孫権がいる今、孝子の憂いは立っておかねばならぬ。馬長らの勢いは盛んだが、ここで必ず打ち果たすぞ。各殿に何か不安がある様子、戦局打開の一手になるかもしれません。
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。よはよっついに。馬がご入り用で、またお待ちしてます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。まさかそう。いいもの揃ってま、ありがとうございました。へい、いらっしゃい。毎度どうも。この手、それ。敵陣に乗り込んできた。だが戦うつもりではなさそうだ。はっ、なるほど。本日は死者としてなる。はっ、今の。バッ。
た。これは急いで馬上様に報告しなきゃな。天狗、関水様が魏の将と接触していた模様。まさか敵と通じているのか。関水殿をこのまま函谷関に置くのは危険か。関水殿に伝えよ。すぐ道館の背後の守備につくようにと。関水様、馬長様より伝令です。すぐに道館に戻ってほしいとのこと。何、ここを引けというのか。さては魏の使者と話したことで疑われたか。馬長に弁明が通じればよいが、いざとなれば義に下るもやむなしか。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。それでこそ我が父、目の覚めるような活躍よ。早々には屈さぬ。
で防御態勢を取るのだ。この一戦にあり、我が部にて突破してみせん。そう、ここまでか。行くぞ。義軍がここまで強いとは。敵将、残るはあと一人。もはや障壁はなくなり申した。道館へ進軍いたす。敵将を討ち取ったり、我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。感服つかまつった。これぞ武の神髄。やはり義は黄河を避けこちらへ来た。道館の背後はこの鳳凰黎明が死守せ。並々ならぬ将とお見受けしました。ですがここは華麗に抜かせていただきます。誰にも邪魔はさせん。感服つかまつった。これぞ武の神髄。ああ、なんと壮麗な戦ぶり。
防御態勢を取るのだ。覚悟せよ曹操、この地を脅かす悪魔俺が撃つ。曹操様をいじめるやつは許さねえぞ。おいらが全部やっつけてやるだ。いざ尋常に勝負せよ。火に感知を天下を渡してなるものか。父、あなたこそ真の三国の祖。だから俺が破る。何度挑んでこようと貴様らに葬儀は倒せん。はこたびは不覚を取ったが、俺は絶対に諦めぬ。漢の中心たる父の思いを継ぎ、国にあだなす貴様を俺が必ず打ち果たしてみせる。敗れてなお息巻いているようです。馬長の一族を含め領州の軍勢はほぼ全滅。再起はかなわぬかと。戦果としては十分。しかし追うというなら止めはせんぞ。大いよ。深追いは毒だと知っています。馬長の瞳に映った絶望の色、今はそれで満足です。あの男には一族を失った孤独と叶わない夢にもがく苦しみを存分に味わってもらわなければ。ならばわしからは何も言うまい。巨匠を脅かしていた馬長らは敗した。これより攻勢に転じるぞ。狙いは孫悟、目標は術高よ。赤壁の雪辱今こそ果たすのだ。一部はすでに長江を渡って術高に進軍中。全軍で攻めかかれば孫悟の本拠建業を落とすことは可能でしょう。ですが建業に向かう敵増援の目撃情報、覇色を制した劉備の次なる動向、時をかけるのは得策ではありません。ふん、準有よ。赤壁以降お主は以前にまして頼もしくなったようだな。速やかに術高を制し建業を攻め落とす。敵はまた策を弄してくるかもしれぬ。皆十分に注意せよ。楽文献、真っ先に敵陣に飛び込み道を切り開いてみせます。おお、ピンときました。俺らなら必ず建業まで攻め落とせますって。策の方は俺にお任せを。そう何度もやられるわけにもいきませんからね。領州の勢いをくじき皇庫の憂いは立った。赤壁の借り今こそ孫権に返すのだろう。
の先を気づくのはこの層。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。赤壁で大敗したことをもう忘れたのかい？だったら俺が思い出させてやるよ。あの戦を忘れたことなどありません。赤壁の雪辱ここで果たします。気を譲ることはできん。どうしても俺が守りきる。ちっ、ダースへ喧嘩しちまった。狙いは定まった。敵の足場を崩す戦意を損。痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。もうこれ以上は無理だっての。悪いけど行かせてもらうよ。我が道を行く。
誰にも邪魔はさせん。殿、お見事でございます。に攻めてきたな。ここは絶対に引かないぞ。叩きのめす。それはこちらのセリフだ。君たちには華々しくご退場いただこう。先方だから張り切ってたな。月がよう熱めすようになっちまった。敵将を討ち取ったり、我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。素晴らしいご活躍ですね。心強い限りです。見事だな、モウタケ。さすがは歯を行く者よ。筋の通った男だな。中隊の援軍を無駄にはすまい。自分たちの意地、今こそ見せる時だ。何人集まろうと関係ない。猛徳の道を開くため、貴様らを撃つのみ。
勝利を手にするまでは。ヘイ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 ヨッヘイハーヘイハーヘイヨッヘイヨッヤッフンヘイハーヨッ。強いな。ヨッ気を引き締めて戦え。不甲斐ない。援軍を得ながら何というざまだ。我が道を行く。誰にも邪魔はさせん。殿、お見事でございます。
我が波動の前に。これにも。殿、お見事でございます。道を行く。誰にも邪魔はさせん。素晴らしいご活躍ですね。心強い限りです。見事だな、猛徳。さすがは歯を行く者よ。戦況は芳しくないか。ここは打ち出さねばなるまい。よし、今こそ義軍を一掃する。伏兵部隊、敵を殲滅せよ。灰にしてやる。義本、私も加勢しよう。我らが武勇、義軍に示さん。示しがつかんわ。敵将を討ち取ったり。さすがです。
我が波動の前に滅びよう。敵将を討ち取ったり。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。ここで燃え尽きるんだ。すみません父上。我が道を行く。誰に。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。敵の投降兵もいるし、兵糧もある。これで俺たちの戦力も強化されるな。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ここの、はい。何？は、実、いい。ここの村人は五軍の
や。ここの村人は五軍の動きを目撃しています。左右しうる。私たちで守るぞ。そうそう、この剣魚にまで攻めくると何があろうと引くわけにはいかぬ。我が波動の前に。
残しといてくださいよ。もう負けちゃった。尊敬様、守れなくてごめんなさい。私が相手だ。勝負してもらおう。お見事です。見せつけてくれますな。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。魏軍がこれほど盛況とは。この勢い果たして止められるのか。いや、絶対に止めねばならぬのだ。父上、兄上から託された志、守ってみせよう。石膏より連絡。南より敵援軍接近。殿、このまま呉を制圧するのは難しい。あと一歩攻めきれなかったか。だが欲を出せばまた手痛い返しを食らうことになろうな。合肥に撤退する。全軍に伝えよう。失ったばかりで動揺しているかと思ったが、踏みとどまっていたな。敵ながら見事な戦だった。周囲なくとも孫権の下には有能な将が多い。しかし孫吾の被害は甚大です。主要な将の力も知ることができました。石壁の雪辱は果たしたと言ってもいいのではないでしょうか。そうだな、満足のいく成果ではあった。カコートン長領、合肥にとどまり軍の再編成を行え。分かった。満朝、孫権はまた必ず侵攻してこよう。合肥周辺の地形をよく調査し、防備の隙を埋めよ。承知しました。私の得意分野です。お任せください。孫権め、父や兄には及ばぬと思っていたが、よく軍勢を求めている。息子を持つなら孫権のようなものがいい。何をおっしゃるのです。殿にはすでに士官殿という素晴らしいご子息がいるではありませんか。そうであったな。しかにこの父は今
孫権を討つことがかなわなかった。お主であれば孫権を倒せるか。無論です。その言葉しかと聞いたぞ。次こそは絶対に孫権を倒しましょう。そうすれば殿もあんなことは。仕官だ。父、まさかあなたは。魏公の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功。漢中の馬超らも倒し、北方の支配を固める。赤壁で受けた傷を癒しつつ再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び天下への夕日の気を探っていた。だが孫吾が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める覇蜀の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀三国鼎立の世が訪れた。魏の置かれている状況は決して楽観視していいものではありません。西に益州の劉備、東に江東の孫権、そして南に慶州の関羽。どこかを攻めればどこかに攻められるでしょう。うん、だが動かねば乱世は収められん。攻めれば攻められるならば攻めねばいい。猛徳、奴らはさておき、益州の北、漢中はどうだ。漢中ってと長老か。劉備たちに比べりゃどうってことねえ相手だな。とに、なんで今ここで長老なんだ。漢中、なるほど、漢中か。いいですね、加工トン殿。漢中を制すれば益州の劉備への抑えにもなります。よし、迅速に漢中を取るために戦力を集中させる。ですが殿、それじゃ結局東に背を向けちまいませんか。漢中を攻める間に合肥を突かれたりしませんかね。それも考えてある。学信、利点、
息の合うお主らならば孫悟の軍を退けられよう。合肥の守備引き受けてくれるな？そう来ると思ってましたよ。合肥は俺たちにお任せを。利天殿の足を引っ張らぬよう奮戦します。うん、任せたぞ。そして長領、お主を合肥防衛の大将に任ずる。利天と学信をうまくまとめ孫を退けてくれ。承知しました。長文言、神明をとして合肥を堅守しましょうぞ。ああ、そうきますか。これはちょっと予想外だったわ。三人にはすぐに合肥へ立ってもらう。残りの者は天水へ向かえ。速やかに長老を倒し漢中を掌握するのだ。やっと漢中に着いた。おいおい、なんだ息子、もうへばってんのか。こっからが本番だってのによ。やはり孫悟の大軍が合肥に侵攻したようです。長領らがやすやすと負けるとは思わぬが、大軍となれば楽観はできぬか。援軍を出した方がよかろうな。だがどこから援軍を出す。巨匠周辺の兵は動かせんぞ。満朝、慶州はどうだ。関羽が孫悟と連携する気配はあるか。いいえ、慶州に目立った動きはありません。劉備は覇色の統治に専念しているのでしょう。また劉備は孫権からの慶州返還の要請を断ったようです。まあ初めから返すつもりはなかったのでしょう。孫悟と組みつついいように利用するとは、劉備の軍師諸葛亮とはとんだ食わせ者ですね。うん、慶州が膠着しているのであれば、いくらか孫悟の方へ兵を避けるか。巨匠に伝令を出し合肥への援軍を編成させよ。我々はこのまま長老を討つ。合肥の動きは結果としてなおのこと、この漢中を抑えることが肝要であると示した。漢中は覇色の地から長安へと抜ける道、東西の戦線を安定させるためにもこの地はわしが掌握せねばなるまい。ですな。んじゃちゃっちゃと長老を倒しちまいましょう。よし、ちゃっちゃと漢中を取っちまうぞ。息子、親父の背中を見とけよ。父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。